はい、皆さんこんにちは。シンベマン。シンベマンです。シンベマンショー。万劇ゴシップ、ゴシップちゃうわ。ゴシップやりすぎて。万劇都市伝説クラブ。はい、まだ私、ダブルアートのシンベです。そして。なにわさんキズ、小島新手です。そして。放課後ボーイズ、ガヤマちゃんでございます。お願いします。さあ、この3人で今日も、はい、いろんな万劇にまつわる都市伝説を話していきたいなということで思いますけども。はいはい、でもう早速ですけど、はい、何かありましたんですけど、じゃあちょっと気になる点がありまして、はい、これ第2弾、はい、あの第1弾がまだ公開されてないにもかかわらず、はい、もう招集がかかった、早かったですね、早かったですね、うん、相当これ手応えありてはい、ちょっとあれから俺後ろつけられてるような気がする。確かにね、そんなやばいとも言うてた、うん、まあ、それはもうね、僕たちも気をつけて、はい、それぐらい身を削って、はい、都市伝説ゴシップ喋らしまってますんで、はい、はい、じゃあね、ちょっと、はい、いいですか、僕も一発目、はい、お願いします。マユリカの中谷君、はい、彼ってすごくいろいろこう問題児というか、そうですね、昔はね、漫才の前に爆宙、はいはい、元々機械体操をしてたんで爆宙をするっていうのがあったんですよ。でも今爆転になってるんです。それなんで爆転になったかっていう、はい、この何回か爆宙に失敗して顔面から落ちたことがあったんですよ。うわ、でこれがさらに漫才劇場でもそれ起こったんですけど、一回 USJ の近くのハードロックカフェの営業でもそれが起こってしまったんです。へ、はいはい、どういう状況やかというと、はい、そのハードロックカフェのそこで、まあ言ったらお客さんはもうただただ USJ に遊びに来た、はい、でハードロックカフェに行ってるお客さん、そこに僕たちが漫才をしに行くという営業やったんですよ。でまあ急に僕たちが出てきて、芸人がで、マユリカが出てきてなんかつかみみたいなやって、はい、じゃあバック中しましょうって言ったら回転が足りなくて椅子にガーン出しちゃってバーンって下に叩きつけられて、いてててててって言ったら、ここが血がちゃんと流れてで、血流れてて、笑いで大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、よくありますからって言って、すぐに坂本がなんかタオルみたいなスタッフさん持ってきてって、はい、タオルをこう当てながら、はい、そのまま続けるみたいな。おで、そっからなんか似顔絵が得意やということで、はい、似顔絵描きながらずっと坂本こうやってタオルしてどんなに演奏なのやりながらやってて、血まみれになってでもまだそのお笑い続ける、はい、そこで誰よりもロック、はい、ロックやということで、あ、はい、まあそのハードロックカフェの店の中に中谷の写真が飾られてる。死んだみたいな、はい、やっぱり地味編とかの横に中谷の写真も飾られてるっていう、ロッカーの写真貼られますもんね。もし気になった方はね、はい、ぜひあの USJ 資格のハードロックカフェ行ってみてください。なるほど、中谷さんいいですか、僕中谷も、はい、今ちょっと思い出したんですけど、はいはい、あのね、以前、もうほんとだいぶ前なんですよ、これ、はい、大自然さんがまだ大阪におられる時に、はい、大自然さんの単独の VTR を撮るために、うんうん、ちょっと佐藤さんが沖縄出身なんで、はいはいはい、沖縄にちょっとその VTR を撮りに行こうっていう話になったんです。ロジャーがね、はい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 、で今のシカゴ実業さん2人、はい、山本さんと久木さんと日本の社長の辻さんと、僕とでマユリカさん2人、はい、で行くことになったんですよ。で行く前にちょっと事件起きて、飛行機代行きだけちょっと振り込みがあったんですけど、はい、僕がそれ任されてたんですよ、うん、僕がちょっとその振り込みの日に行けなくて、どうしても仕事入って、うん、で中谷さんにちょっと中谷さんすいません、あのお願いできませんかと、お金渡すんでこれ振り込んでおいてもらえませんかって言って、うん、あ、分かったって言って渡したんです。でその旅行に行く LINE グループがあったんですけど、うん、2日ぐらい経って、うん、坂本さんから中谷なんかみんなに言うことないんかっていう LINE 入ってきたんですよ。怖い。で何かなと思ったら中谷さんがそれ全部使ってもらって、でまあすぐ返してくれたんですけど、それは、はいはいはい、でその使ってしまってるその2日間ぐらいの間に、あのラーメン屋一緒に行った同期の方とかがいるんですけど、ちゃんとそのラーメンにチャーシュー丼とかつけてるんですよ。そんでその沖縄、そうです、沖縄行ってからもなんかね、佐藤さんのお友達が沖縄のなんかバーベキュー場みたいなとこ貸し切ってパーティー開いてくれたんですよ。佐藤の友達が来たから、その人めちゃくちゃ愛されてるんで、愛されてるな。でそのバーベキューのパーティー中に、あの中谷さんの携帯が鳴って LINE がこぱって開かれたら、
お父さんかお母さんがちょっと近くなんですけど、親から来てて、お前あの吉本のマイク壊したって嘘やろって来てたんですよ。いやどうやら想像ですよ僕らその吉本のマイクを壊したと言って、その、僕らの航空代金、はい、飛行機の代金をお父さんからお父さんから振り込まれてきて、はい、捻出してそれを返したもらってるんですよ。想像ですよこれは。もうほぼ犯罪者ですそれはもうほぼ犯罪者よこれもう横領ですよ、おい中谷それはあかんやろみたいな、えぐいえぐいって言ったら、中谷さんその LINE 返さずにこうバッて携帯置いてビール飲んだんです。えぐいえぐいやつや。あの人ほんまえぐいです。で帰りなんかお土産買ったんですけど、あの人その当時の多分その彼女にお土産買ってたんですけど、あのチンスコーのあのバラ売りの54円ぐらいのやつなんです。はいはいはい、あれ買ってました。ぐっ高しいな。やばいやつやん。いやすいません、ちょっと思い出してもって、都市伝説って、都市伝説、はい、これ P 入れてください。ピー入れて、ピー入れんでよ全部流してください。あと1個いいですか。いや頼む。ちょっとあの企業が恐れる組織って何かっていうのがあるんですけど、まあ、いろんな企業、まあ、クレーム対応などあるんですけど、一番お声されてるのが国税庁査察部という、うんうん、こう別名マルサっていうんですけど、はい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 、で、まあ、ちょっと前ドラマとかでも有名なのマルサってやっぱりね顔つきが違うらしいんですよ。その企業にこの脱税を指摘しに行くとき、言うならガサに入るとき、みんな神妙な顔で入っていくじゃないですか。漫才劇場にもマルサがいるんじゃないかって、しかもかけるメンバーに、かけるメンバー、はい、結構若いよ。じゃあそうなんですよ。しかもそれがですね、まあ、38期にいるんじゃないかなって、うん、僕それこそこの前劇場の近くのメタロードの近くの道に信号、100均とかのところね、はい、信号待ちしてたんですよ。でパッて見たらむちゃくちゃ神妙な顔した風数屋の谷口が歩いてたんですよ、うん、でもうもちろん僕にも気づいてない。で、あ、おさーって言うにももう怖いぐらいの神妙な顔つきで買取マックス入っていったんですよ。近々買取マックス何らかの事件が起こるんですよ。ないないただやばいやつやろ。あいつめちゃくちゃ性欲強いって言うから。そこに普通に買い物行っただけや。それはそんで目悪いか目つき悪いんだ。神妙な顔でしょ。買取マックス、まあ、もしかしたらもしかしたら調べてるんじゃないか、はい、万劇のマルサが動く可能性がある。必要以上に絵から出してるしな。そうなんだ。でめちゃくちゃ覚えてるし なんか記憶力半端ないしな。でもその天才な人って、はいはい、記憶力がめっちゃいいって言うじゃないですか、はいはい、その最近ガオちゃんが言ってたんですけど、うん、ガオちゃんこのガオちゃんがガオちゃんね、はい、今まゆちゃん濁りライブっていうのには月1年出てるガオちゃんっていうね、はい、ピン芸人が、はい、劇場にどえらい天才がいるぞ。ほうほうほう。で、西成チャンネルっていうチャンネルをやってる。はい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 。もうガオちゃんの個人チャンネル、はい、ガオちゃんの個人チャンネル、ガオちゃんも覚えてない情報をひたすら言ってくる人がいるんだ。しんべヱさんっていう。ガオちゃんも覚えてない店主とのやり取りとか食ったもんとか全部暗記してるから、銭湯に入りながらしんべヱさんは天才だ。いやいや天才じゃなくて、ほんまにガオちゃんの西成チャンネル見てください。見てます。ほんまにね見てますよ。もうね、なんか質問とか全部外しまくるんですよガオちゃん。めちゃくちゃ古い、ね、はい、喫茶店に行ってね、なんかインタビューとかするんですけど、はい、あのここってもうあれですか、もうどれぐらいやられてるんですかって言ったら、あの2年です。そういうね引きを持ってるんですよ。2年この感じで。まだ相手どこなんやって、おばあちゃん。そういう引きの強さを持ってる。しかもそこのあの店のモーニングはあの4時ぐらいまでやってました。4時ぐらいまで。そう、何時までモーニングやねんっていう。サムネイルで看板のないなんか喫茶店みたいな感じで大きい看板ある、はいはい、どういうことで突っ込みまくってたらむっちゃ楽しいし、なるほど、民にもなるんでね。ぜひ西成ちゃんと言って。それはいいんですよ。僕もいいですか。じゃあ中谷のもう一発。おー中谷さん多いな。まああのね、度重なる遅刻で一度謹慎になって、いろいろこうね、まあ、その間に何かできることはないかと、あいつなりに。であいつはなんかずっと女の子の役 すごくするそうですね、漫才の中で。いやいやみたいな、はい、で最近その声がちょっとなんか高音がもっと出てたはずで出にくくなってるって言って、はいはい、急にそこの喉のなんかその手術をするって言い出して、急に喉にねヒアルロン酸って、はい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 、
で帰ってきたらもうね、どうもーって言ってずっとイアンの声のどうもー、何かでーすって一時バリバリ声高い時期あったよ。でその時にまあ謹慎やってるから、はい、もうちょっといろんな人に迷惑かけたと、はい、でまあ僕とかウサギとかいろんな人に迷惑かけたからちょっとお詫びがしたいって言って、中谷が焼肉連れてってくれたよ。へえー、でその時も今日も何でも食べてくださいって言ってもうずっとでも周りの人とか何なんだこいつめっちゃ坊主やし眼鏡かけてなんかさ、めっちゃあんま何でも食べてくださいとか言ってて、でそのままずっといろいろ頼んでてなすんませんとか言って、なんかおばちゃんにビビンパビビンパくださいめっちゃ大きい声で言ってもうざわついてんねん、なんなんこいつみたいな。でその話してて、でまあほんでそのままビビンバ待ってたんやけど、あのごめんとかね、ビビンバ売り切れやねんとかね、はい、ナムルがちょっとなもうなくなってもって、うんはい、そのままあのそのビビンバ忘れてたんやけど、たまたまさ元カノの話やって、はい、彼女に振られて1週間前でそれが、はいはい、あんでなんか消防士の新しい彼氏がもうすでにできてんちゃうかみたいな、はいはいはい、でほんな日見て思い出したんだよそれを。そういえばなんか消防士の男と遊んでるって思い出して、すまないとか言ってブワッと泣き出して、やっぱ悲しいとか会いたいですって泣いてたら、おばちゃんがその泣いてる中谷に気づいて厨房からバーって来て、中谷にごめんねビビンバなくて違いますおばちゃん違いますそのままおばちゃんが中谷用にめちゃくちゃちっちゃいビビンバ作って、ビビンバなくて泣いてるのかって言ってちょっとちっちゃいの作ったってナムルかき集めて、ナムルかき集めてちっちゃい、まあこれ信じるか信じないか、信じるか信じないかなんですけど、こういうことがあったというのは事実、僕はね。さあということで、はい、本日も万劇都市伝説クラブありがとうございました、はい、今日も終わりですか。今日終わりですよもう、今日はだって宮北さんのゴシップは出てないですもんね。今日は出てないかも。大浜のあるけどね俺、大浜の大浜があのスーツ作ったところが、うん、あのラニーノーズと一緒なんですけど、おーおーおー、あのそのラニーノーズがスーツ作る前にそのなんていうんですか、ホームページというかそこのスーツ屋さんの仕立て屋さんの見た時に、あの大浜様って言って大浜の写真が大きく飾ってあったんで、作るかやめようか迷ったって最低やねん、ええやん、ね、それもね皆さん信じるか信じないということでございますので、はい皆さん本日もありがとうございました、万劇都市伝説クラブでした。ありがとうございました。Yeah.